とアテネオリンピックの富田選手の鉄棒の着地を見て、それをきっかけに始めました。それを見てどんな風に思った？かっこいいとかすごいとか思って、別にご両親が体操やってたとかいうことはなくて。違います。自分も体操やってみたいです。はい。今自分でこうどういうところが強い、強みって何だと思いますか？足の強さですか。床とか、釣り輪の力技。今こう全日本の強化選手に上がって、はい、やっぱり意識は変わりましたか？変わりました。基本的なことがまだ身についてないので、もっとそこから身につけていってどんどん成長していかないといけないと思います。選ばれたこともあるんですけど、同年代の人がすごいことやってて、それが僕にも伝わってきて、それで気持ちが変わってきました。今中学2年生で、今後についてはどんな風に考えてますか？高校に入って大学に行って社会人になったらオリンピックとかに出れるようにもっと練習していきます。今なんか目標にしてる選手とかいますか？内村航平選手みたいに安定性や綺麗さを求めたりして、そういう選手を目指しています。もう一度将来の夢を聞かせてください。富田選手みたいに最後の着地が綺麗にまとまるように、僕もオリンピックに出て着地をビシッと決めたいです。世界で活躍する選手って本当一握りじゃないですか。そうなるためには何が必要だと自分で今思ってますか？日々の練習をコツコツ練習していって、日常生活とかもしっかりして、親にも感謝しないといけないんで、人一倍練習していかないとなれないと思うので、それを意識して頑張っていきます。なれますか？